ハイスティーラーズファンの皆様、ボンジュー、ご視聴ありがとうございます。お久しぶりです。ついにこの日がやってまいりました。リーグワン 2023-24 シーズン開幕です。この大事な開幕戦の相手は、昨シーズン入れ替え戦を勝ち上がってきたホンダヒート。順位的には少し下ですが、決して侮れる相手ではないと思います。3シーズンぶりに開幕戦きっちり勝って、好スタートを切ってほしいと思います。チームに合流したばかりのオールブラックスの2人、そして新ヘッドコーチレニーヘッドコーチの公式戦初陣、神戸が新しいどんなラグビーをするのか本当に楽しみです。個人的にはやっぱり承信の兄弟対決、ここには注目したいと思っています。今シーズンもスティーラーズの優勝を目指して、僕も全力で応援していきたいと思います。それでは開幕戦絶対に勝ちましょう。そして優勝しましょう。今シーズンもよろしくお願いします。ゴーゴー神戸。じゃあ今日の意気込みは、リックに会えた、それだけで十分。でもスティーラーズは勝つよ。やったやったー、頑張れー。大地頑張れー。ルイ君、ルイ君頑張って、ルイ君頑張って、マイス、マイス頑張れー。ご準備アップおめでとう。ラッキー頑張って、ナッキー、ナッキー頑張って、だから頑張って、ヤマちゃん頑張って、五郎丸が軍隊を。一君の応援のおかげで勝てました。今日もそうですね、今日も僕の応援のおかげで2連勝することができて感無量です。来週もその餌で待ってますんで、はい、はい、来週も皆さん引き続きよろしくお願いします。大二郎サインちょうだい。今日勝つのは、はい、大好き。大二郎頑張れ。ガッツ頑張って。スンシン頑張ってね。スンシン頑張って。カンタ15番頑張ってね。ヤムさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。38になりました。どうしたんですか、この可愛い人形。これね、誰かにもらってん。誰やったかな。いくんだ、今日もよろしく。何、もう一回歌う？せーの。韓国語で行く次。わかんない。
本当に見渡す限り赤いジャージの人ばかりなんですが、今日はアウェーなんで白ジャージなんですよ。スティーラーズ今のジャージになってセカンドの白ジャージでまだ勝ったことがないので、今日こそ白ジャージで勝ってほしいなと思います。はい、ということでスティーラーズ勝利しました。いや苦しかった。いや本当に前半いいところがほぼなくてどうなるかと思ったんですが、後半もなかなか苦しかったですけど、なんといっても今日はガットランド、ガッツがめちゃめちゃ良かった。試合終わった後にスティーラーズのスタッフの方ももう泣きそうになってて、やっぱり勝つってこんなに嬉しいんだなと。スポーツは勝つことだけが全てではありませんが、いや本当に嬉しい。いやもう嬉しさのあまり試合終了後勝利記念にこのコウロくん人形買っちゃいました。この先の人生辛いことがあったらこのコウロくん人形を見てこの日の喜びを思い出したいと思います。皆さんお疲れ様です。あ、どうもお疲れ様です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これちょっとつまんないもんですけど、フランスのお土産です。ですあら、ちょっと、はい、ちょっと敵に塩を送っておこうかと思いまして。うまいレモンといただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。今日もしかして何やこの音楽じゃあ皆さんよろしくお願いします。レッツゴービーコーブーラークラブズ。レッツゴービーコーブーラークラブズ。コブーランスは勝とうね。ブラックラメズ、ブラックラメズ、ブラックラメズ。レースありがとう。和牛といえばコブー。テレビに出てた人ですか？ラグビーワンダホー。こちらどうも山口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお手柔らかにお願いします。ちょっとすまないもんですけど、フランスのお土産です。なんだこれ？塩です。おい、敵に塩を送ってること。この試合のプレイオフへの勝ちはコベルコベルスティーナスガッツ。ガッツさあ、やってきたぜ、エージェント T。 近い。まだまだまだ。さあ、今からまだまだ始まらない。今日はね、負けるわけねえんだよ、イクな。負けるわけねえんだよ。おい、近いよ、イク。近いって、イク、近いって。明日とよりも好きになれる、イクン。あふれ、もう長いからやめろ。今日も楽しんでな。Go!
ッチサイドもよろしくね。指定席のみんなもよろしくね。またプレーオフでね。大丈夫大丈夫来ちゃったよ当たっちゃったよ、もう来ちゃった、当たっちゃった、当たっちゃったういさま頑張って、ヤムさん頑張って、頑張ってください、アディ頑張って、ケンジ頑張って、あっちゃん頑張って、頑張ってください、スンシン頑張ってね、頑張ってね、順々頑張って、大輝頑張って、カンタ頑張って、ジェン頑張って、ヤマちゃん、ヤマちゃん頑張ってね。今日勝つのは神戸、プレーオフに行くのは神戸、ナオちゃんにええとこ見せるのは神戸、いけるいける、もういける、もういける、いったいったいった、いったか、いったかー、なかなか良かった良かった、良かったです、良かったです、勝った勝った、カンタカンタテレすぎー、ナイスゲームライダーズ、せーの、ハッピーバースデーデイデー、ハッピーバースデーデイデー、ハッピーバースデーディアダイキー、ハッピーバースデー、ナイスおめでとう、ハッピーバースデー、前オープニングした時、山ちゃんと、はい、山ちゃんアナとめっちゃ、あれめっちゃおもろかった、4回ぐらい見返したやつ、だから俺はめっちゃ面白い、俺はずっと面白い、そうは負けたらもう俺もやめる、それぐらいの覚悟で見たいと思う、お今日負けたら俺 YouTube やめる、その時は2人で一緒に住もうね、じゃあな、じゃあな、ダブルやめー
久々に生き生きした寸心見れて僕はすごい嬉しいです。もう久々に寸心のトライも見れてちょっと今シーズン一番嬉しかったです。ワイスもお疲れ、寸心ナイストライ。あれあれちょっとあの恥ずかしい。今日は何の日？今日は、うん、名探偵コナンの誕生日。やった俺誕生日。違う違う今日最終戦絶対近い、はい、今日勝つからな。この宮城の地で最後スティーラーズが燃え尽きるぜ。燃え尽きた。燃えたまま神戸に帰るぜ。じゃあな。行きません。やっぱり行きます。真実はいつも俺だけ。フィートホンダでよろしくお願いします。フィートホンダ、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 ゴーゴーゴーベー、ゴーゴーゴーベー、頑張っていきましょう。パパーパパーパパーガーガーヤンベーガーガーヤンベーガーガーヤンベー来たでタクヤ来たでタクヤ来たでタクヤナイストライ。よっしゃー。お疲れ様お疲れ様。今シーズン皆様のおかげで全試合フル出場達成することができました。初めてです。ありがとうございます。ワールドカップを経てなぜ YouTube を僕はやっているのかとか改めて考えまして、ここに来られない人、病気だったり怪我だったり子供が生まれたばかりで行けなかったり海外に住んでいて日本の試合見に行けなかったり、そういう人がこのチャンネル結構見てくれていて、そういう人のためにやっていくことが大事かなと、ワールドカップを経て僕もね改めて気づくことができまして、今シーズン生観戦の楽しさっていうのを皆さんにお届けすることが多分できたんじゃないかと思っています。来シーズンはアーディーいませんが、きっとスティーラーズプレーオフ進出、そして優勝、日本一になってくれると思います。来シーズンもこのチャンネルやってるかどうか分かりませんが、スティーラーズの応援はこれからも続けていきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。